社長ちょっとこれ撮ってなかったら私たち明後日撮らないと。初日終わりました。初日終わりました。もうなんか電車がない、電車がないんです。私たち電車がないんです。どうしましょう、どうしよう。もう12時だよ。え、7時半に開園して12時って、あれだって10時までと思ってた。サービスしすぎて、ありがとうございます。カサミナでもカサミナの結果がみんなこれ難民っていう、帰れない。ここからちょっとどうするか考えたいと思います。韓国のセブンイレブンです。こちらがあーちゃん、これが韓国のセブンイレブンです。今のあーちゃんの電子レンジを買っても、あ、行きます、行きます、行きます。あ、カサムニーさん、これが韓国のセブンイレブン、こっちですよ、こっちですよ。おでん、おでん、おでん、そんな持ち方します？受ける。早く出たかった、あの店。初日が終わって帰ってきました。マリナ氏の家にいるので、ちょっと壁がわからないような感じで何の特徴もないところにいます。で、今ステイちゃんが先にお風呂に入ってます。みんな見て、改めまして見て、これもらったよ。ステイの4期に入ってって、もちろんね、あのペンミなんで入ってない人は今回申し込みができないんですけれども、4期に入ってて、なおかつ、その自分が行くチケットを持ってる日だけもらえるものということの特典で今日いただいてきました。結構豪華で、ちょっと一緒に見てほしい。まずはこのビニール袋ですね。スキズマジックスクール今回のテーマです。で、その中にもう見えちゃってるよね、これね。実は私、もうすでに1個交換してもらったんですけど、あのこれとこれはランダムなの、本当は。これね、ランダムで、私実はどっちも本当は最初ペリちゃんを引いてたんですよ。で、こっちは、交換でもらった、受け取った後にすぐこう列を歩いてたら、その道中にジニーと交換したいっていう人がいたので、それともう早々に交換しちゃいました。ピリペンの方と交換しました。で、こっちのこの学生証の方は交換できなかったんですけど、まあ、私がもたもたしてたんで交換できなかったんですけど、まあ、用紙なんで、あともう1日ワンチャンスございますので、31日にヒョンジンが引けたら、ペリちゃんも持っておけたら、それはそれで私的に嬉しいかなって感じなので、嬉しい。で、これが、トレカ、トレカはなんか日によって違うらしいデザインが。で、これは人数分入ってるということなので、ちょっと皆さんにご覧いただきたいと思います。さあ、こうトレカの収集をしている人からすると、私はめっちゃ雑に扱っちゃってる感じになると思うんですけど、まずこれバンちゃんでしょ、じゃん、傷つかないようにしよう、一応ハイレイモーで、チャンビーからの、私の推しはいつ来るのかな、来ました、推しジニちゃんからのハニーからの、ゆえちゃんか、あれすんにからの、ゆえにちゃん、あれゆえちゃん、重なってる、ゆえちゃんの後ろにいましたね。じゃーん、こんな感じの8人のトレカでした。これが29日の仕様です。また31日に行った時にもらえるので、それは帰ってきたら皆さんにお見せしたいと思います。ちなみにこの裏面は、はい、こんな感じで、ヒョンジンだったらヒョンジンっていう名前が入ってて、スキズマジックスクールのロゴが入ってるっていうシンプルな仕様です。で、初日の感想ですけれども、なんかね、気づいたことがあるんです。私たち、これですね、これ、今日ある歌の時にこれをみんなで出したんですけれども、気づいたの、帰ってきてから。なんとここにですね、29日って入ってんだよね。ってことは明日は明日の風が吹くということでしょうか、これは。
もしかしたらワンチャン明日は違うので明後日も違うのかもしれない。内容も裏にも内容が書いてあるんですけれども、だからそうですね、違うんだよ。っていうか今日の公演さ、4時間以上やったよ。すごい、終電間に合うのかなってそっちの方が心配になったぐらい、めちゃめちゃ楽しい時間でした。細かいことは帰国してからのクルスさんが多分喋ると思うので、そっちにお任せしようと思います。総評みたいなのをね、多分31日と合わせて2つなんかこう違いとかも比べたお話をこの後クルスさんがすると思うので、それを聞いてください。とりあえず29日の出来立てほやほやの私の行ってきた感想っていうか、もらったものを一旦現場から皆さんにご報告という形でした。ちょっと今日は本当に、7時半スタートで終わったのが11時半ぐらいだったから、出てもう電車に急げて感じだったので、全然出て、なんで出たところの会場の外観とかも撮ってないし、あの後のね感想みたいなのもゆっくりおしゃべりが会場でできてなかったんですけれども、最終日行った時には5時スタートなんで、そっからどんだけ4時間でも5時間でもやっていただいても全然時間はあるので、最終日はゆっくりと会場を映しながらお話をしたいと思います。ちなみに明日は本当は、カフェとかね、ポップアップとかチケットが取れる予定だったんで丸々開けといたんですけれども、取れなかった取れなかったからぽっかり予定が空いちゃったので、聖地巡礼したりとか、まあ、ちょっと行きたいところに2人で散策しようかなというふうに思っております。明日のうちに全部行きたい場所に行って、明後日は県民の会場に集中するという形にしたいと思っております。それでは、もう夜今の時点で1時半を回っておりますので、さっさと風呂に入って夕飯を食べて寝たいと思います。それでは、というわけで今回の動画はここまでっていつもだったらなっちゃうじゃないですか。私の場合撮った映像とかは自分の心のアルバムにしまうタイプなんで公開していないんですけれども、今回はちょっと見せちゃおうかななんて思っているので、皆さんにちょこっとだけ最後のシーンをお見せしてお別れしたいと思います。はい、マジで感想だ、続いてはじゃあ、よーじゃあじゃあ感が皆さんに伝わっていれば幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。アンニョン。